どうもこんにちは、吉谷さん。まあコンサルをしていてお互い思うことって、そのコンサルを受けるレベルじゃない人が受けてることってあると思うんですよ。まあ例えばね、今週コンサル受けて、また来週結果報告お願いしますとか、行動結果の報告お願いしますってやってね、1週間経つとどういうことになるかって言うと、あ、すいません、今週ちょっと忙しくてできなかったんですよねみたいなね、うん、まあ言ってみれば、そのビジネス始めて店をオープンしてないみたいな状態なんですよね。あの、誰も来なかったにしても、毎日店を開けることによって、この看板がいけないのかなとか、呼びかけが足りないのかなとか、それとも近くにイベントがあったのかなって、オープンしててお客さんが来なかったらやっぱ気になると思うんですよね。でもオープンしてなければ振り返ってみて、いや開けることができなかったんでみたいになると思うんですよね。まあそれと同じように、その、まあ、インターネットでの集客っていうのは、発信がどのぐらいできてるかってことによりますし、で私たちが見ると、目立つ人の発信ってやっぱりね、100万人登録とかね、再生数10万とか20万ばかりもう目立ちますけども、その一角の影に隠れて、再生数が10とか20とか100とか1000とかっていうね、あの、まあ弱い弱小インフルエンサーとかね、情報発信者の方が無数にいるわけですよね。でその無数にいる発信者でも思うのが、誰かが見に来てるってことなんですよね。で誰かが見に来てるってことは、その人のニーズを満たす商品を販売できるんで、必ず売り上げが上がると思うんですよ。だから1アクセスあれば必ず売り上げは上がると思うんですよね。ただその方法がすぐに分かんないんで、あの手この手で試していくっていう、そんなね1週間になるのかなと思うんですよ。でどんなことを試して、何がダメだったのか、何だったら反応があったのか、無料プレゼントは受け取ってくれたのか、それとも無料プレゼントすら受け取ってもらえないのか、まあ、逆にね、高額商品を設定すると実は無料プレゼントが受け取られるっていうこともあったりするわけなんで、やっぱそういうふうなテキストマーケティングの日々なんですよね、きっとね。で商品実際購入していただいてもリピートが起きないっていうことは、多分商品に不満があったっていうことだと思いますし、まああの、見えてこない疑問にどういうふうに向き合っていくかっていうことが、まあ日々課せられてるのかなと思いながらの今日の発信でございました。じゃあいってらっしゃい。